私は、将来的にはソリストはもちろんなんですけれども、室内楽やオーケストラなど幅広く活躍できるバイオリニストになりたいなと思っています。特に最近好きなバイオリニストがいて、それがジェームズ・エネスさんというバイオリニストです。日本のコンクールはやっぱりコンクール通る人も全体的にすごく精度が高い演奏が求められてるなと思うんですけれども、国際コンクールに行った時に感じたのは、やっぱりそういうものにプラスしてこう自分のこう個性だったりとか、こう伝えることの大切さをすごく感じて、私も実際にロンティボ国際音楽コンクールというのを受けさせていただいて、こういう入賞させていただいたんですけれども、その時も本選でやっぱり緊張して自分の実力を完全に発揮できなかった部分もあって、そんな中でやっぱりこう上位入賞されている方はこう自分の個性をすごく出しながら、こう自分の表現したいものをすごく思いっきり伝えているなと感じて、そういうところで自分を表現するっていうのがすごく大事になっているのかなと思います。私は結構一人でいるよりもこういろんな人とお話ししたりとか友達といることが好きなので、よくこう気分転換に友達とご飯食べに行ったりとか、そういうことをすることが多いです。だいたい最初にあんが出てくるのは焼肉です。もう絶対にタンです。一緒です。一緒。シベリウスはもともとバイオリニストを目指していた作曲家で、特にこのコンチェルトは、シベリウスが唯一作曲した協奏曲なんですけれども、すごくバイオリニストを目指していただけあって、やっぱりこうバイオリンにしかできない要素だったりとかがたくさん盛り込まれていて、全楽章を通してバイオリンのいろんな音色を聴くことができる作品だと思っています。特にこの曲の中で好きなところは、バイオリンセクションとバイオリンソロの冒頭の部分なんですけれども、本当にその冒頭だけでフィンランドの景色が浮かんでくるような静寂な感じがすごく好きで、特に冒頭がお気に入りです。今回初めて新日本ピルの皆様と大友先生とご一緒させていただきます。私自身シベリウスのコンチェルトをオーケストラと共演するのは初めてで、とてもすごくドキドキワクワクしています。ぜひ皆様お越しください。それでは皆さん、お待ちしてます。